今度はドリーム E 型が走行してまいります。低いところからパワーが出るようないい音してますね。1951年の発売でしたドリーム新潟です。排気量は 146cc、 5.5 馬力のエンジンが積まれております。まあ、戦国高校の時代に先ほども言いましたホンダの A 型、自転車に取り付ける補助エンジンでの、そのバイク原付というのがありましたけれども、本格的にオートバイの開発にホンダが乗り出しましてね、まずはツーストロークエンジンのドリーム D という方が発表になりました。その2年後、この51年に、煙やオイルを出さないオートストロークエンジンを作ろうということで、ホンダ初の4サイクル 146cc のエンジンを搭載したのがこちらのドリーム E になります。完成後のテストでね、ノンストップ箱根越えっていうテストをやったっていうのは、有名な逸話ですよね。平均速度70キロで、見事箱根の峠を越えたということでね、本当にPR の大きな、これは、箱根越えというのは、ストーリーになりました。1951年ですよ。10年近く前のバイク。当時の今の原型は変わりませんね。本当に人の生活をやっぱりね、豊かにしてくれる、楽にしてくれる、そしてそのバイクがですね、遠くまで行けることで夢が広がる。いやー、素敵な時代だったと思います。どんどん物の進化というのが楽しかった時代。この斬新なスタイルと走行性能で圧倒的な人気を呼びましてね、ホンダイコールバイク、素晴らしいものっていうのを一番印象付けた当時のバイクでございました。ありがとうございました。ドリーム E 型でございました。